年を、ね、計算されちゃうんですけど、まあ、あの林ひろ子さんよりは若いってだけでございますけれども、はい、そして、2009年にまた再復活しまして、それまで、まあ、7万円ぐらいシングルは出してたりするんですけどね、アニメの主題歌とかサスペンスドラマの主題歌とかね。で2009年に再復活してからまたアルバムを、5枚ほどもね出させていただいて、ライブとかも結構やらせていただいてるんですよ。まあそんなこんなの私ですが、2009年に再復活してからの方が、あのお芝居とかもねちょっとやってたりして、舞台ですとか、あとはこの間もね8月に主演の舞台やらせていただいて、そしてありがとうございます、ひとみちゃんとね、めぐもさんが見に来てくださって、まあ、本当にね、いろいろ私の番組、ラジオの番組とか、そういったものにも出ていただいたりとかしてね、公演にしていただいてるわけですけれども。ということで、今日ね、ひとみちゃんはどこにいるのかな、引っ越っちゃってね。ハッピーバースデーですね。お誕生日おめでたいですね。本当にね。私はね、あと、2ヶ月ぐらいしますと、最後の運10代の誕生日が来るわけですね。30代よって言ってたも決して若くないっていう。はい、何を言ってんですかね。まあそんな感じで、まあ何ですかね、アイドルの方たちがいっぱい出てね、ここで飛び跳ねて歌ってるのを見て、私も何十年か前はやってたなみたいな感じなんですが、でも今はまたなんか音壁アイドルとかね、いろんなこと言われてね、元アイドルでも何でもいいですけど、アイドルがついてるっていうのがちょっと抵抗でポリポリなんですけども、まあ、歌わせていただいておりますよ。はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ次の曲は、ダムの力を借り、私の曲も入ってるんですけどね、はい、じゃあ松田聖子さんのナンバーからデビューが一緒の年でございました、スイートメモリーズを聴きください。Thank you.
2の。あの、あれですよ、聖子ちゃんとかね、あの、トシちゃんとか、マッチとか、みんなあの、同じデビューの年で、で、あの、YouTube でね、水泳大会とか見ると、私出てますよ。知ってる？ピンクのビキニで出てて。で、私が歌ってるんだけど、この辺にね、ワイプがあって、アキラちゃんが少女 A かなんか歌ってんの。すごいでしょそれ。私がここでヤックンとあっち向いてホイをやってる瞬間に、あ、ごめんなさい、カードを落としちゃった。その間にね、頑張ってね。だって私誕生日でもないのに。ありがとうございます。まだ早いわよ。2個目も待ってるわ。あ、違う、そうそう、そういうね、あの映像が YouTube に載ってるんですけど、司会はあのねのねさんだったかな。それがね、テレビ東京で去年2回ぐらい流れましたね。でも私本人は見てたら、あれ私だっていうのが1回と、あとまた別の時期は出てたよって言われて、え、出てたって何で、ピンクのビキニ、え、ピンクのビキニ、あ、またあれかっていう感じだね。まあ、あの、興味があったら、 なかったらいいですけど、 YouTube でちょっと探していただくと多分出てきますよ。何年前かな、もう40年ぐらい前。ねえ、私も来年で、ポロリする役は、ポロリする役はやっぱり AV 女優さんですか。あ、ちょっとその辺は詳しいことは分かりません。私はポロリはしてません。残念でした。残念残念残念って。今年は2009年から再復活して、2019年10年間再復活してから10周年記念ということでね。ありがとうございます。それでね、なんと今年の初めに島田加穂さんとか斉藤智美ちゃんと3人組の CD が発売されたりして、あと4月にはね、レコードってまだ売ってんのね。みんな知ってる？アナログ版のレコードよ。プレイヤーって思ってます？そういう人がいるみたいで、4月の13日のレコードストアデーになんと私のレコードが、あのボーイハントとさっき歌った見つめ合う子デビュー曲と2枚目のシングルがまた再発売されちゃう。誰が買うんでしょうね。不思議なんですけれど、でもなんかコレクターがいらっしゃるみたいでありがたいなと思うんですが、その当時は600円、今はちょっと値上がりして1800円で売ってましたけどね。はい、この中でも買ってくれた人いますよね。はい。ありがとうございます。まあそんな感じでね、やってるんですよ。で、ごめんなさい、私のコーナーあと1曲でお別れになります。しか昭和の私を知らないんですけど、その先が最近流行ってんですか？そんなことないないって。私がちょっと流行らせてるの？あ、そうなんだ。なんか新鮮。初めて言われたわ。そんなことないないって。はい、でなので最後の曲に行く前にね、ちょっとインフォメーションだけさせてください。来月は同じ蒲田でオーパス2というところがあるんですけどね、そこで歌謡祭、これは FM 葛飾さんの、収録ってことなんですけども、2日間、11月の、2と3で、私は3日の日曜日に出ます。もし蒲田に近くに住んでいてちょっと行ってみようかなっていう方はお立ち寄りください。ぜひぜひよろしくお願いします。次はもう一つは、12月の3、4、5とミュージカルをやるんですよ。ありがとう、ノリが良くて嬉しいわ。あのほら、土屋アンナさんと甲斐監督の裁判沙汰になった作品知ってる？あれの再演なんですよ。で、私は今回すごい意地悪な嫌な女で、でもミュージカルスターっていうね、役なので、興味があればぜひ、これもね、今ご予約絶賛受付中なので、で、それの打ち入りライブが11月の15日に中目黒のトライってとこでやるんですね。まあ、あといろいろごちゃごちゃあるんですけど、私もね、SNS 結構やってますので、ぜひ原めぐみでチェックしていただいて、ホームページなどには、どんなの出るよとかって全部載せてありますので、ぜひぜひまたお会いできたら嬉しいです。
それでは、最後の曲歌わせていただきます。最後の曲はね、再復活してからの新しい曲で、私が自分で作詞作曲した曲です。ワールズオブラブ、二人の合言葉聴いてください。指を指して